今日のお昼ご飯は、うん、バーン、はい、これやこれこれや、ちょうちょうちょう大盛りってやつ、これちょうちょうちょうってね、これ何人前ぐらいなのな、普通のペヤングの何個分、2個、なんか4個、でっかい麺の塊が2つあったから、ね、なんかこれ普通に注意されてる、1日1食までにしてください、超超超カロリーが多いんだって、うん、はい、まあ子供2人分は絶対あるって、あるよ、パパとママの分はなさそうやけどね、普通の量の何個分なんやろこれ、知らん、何個分、超超超やから正直かな、80個、もっと美味しい、じゃあ食べよう、熱いうちに食べよう、うん、どうぞ、いただきます、はい、この器とこの器は全然でかさそれご飯の器ないな、どう、一面から歯で遊んどらんと、そうそうそう、それそれ、美味しそう、めっちゃ腹出てきた、うん、焼きそばとラーメンどっちが好き、焼きそば、あ、そうラーメン、おう、パパ、まあ、聞いといてあれやねんけど、パパは決められへんママはその時によるかな、ママは、うーん、両方好きかな大人はせこいな、今は完全に焼きそばのテンションになってるけど、ちなみに今調べたで、ペヤング4個分って書いてる、1人普通1人前食べたら4人で食べれたらちょうどいいのかな、でも大盛りじゃないから、いや、パパとママをちょっともらおう、少し食べていい、うん、鼻がピリピリしてきたどうやって食べた、でもまだまだあるもんな、うん、そういえば深さもあるよね、多分、じゃあ一つ言って飲み物どこ失礼しました、一つ言っていいってすぐ用意いたします、失礼しました、すぐ用意します、うん